はい、皆さんおはようございます。今日もね、天気最高なので走っていきたいと思います。明るい時間のランニングルーティンとしては、まず歩いてこの海のところまで出てきます。今日も江ノ島くっきり見えてます。富士山は見えるかな、この辺りにね。今日も見えてますね、富士山。だいたい景色っていうのは肉眼で見るとすごい綺麗に見えるのに、カメラを回すとね、こんなちっちゃくなっちゃいますよね。今日はわりかし静かな海でございます。寒い日にランニングに出るのは非常に大変です。何が大変かというと、家から出るまでが非常に大変、寒いから。でも毎回思うのが、いざ勇気を出して外に出てみるとね、景色最高だし、天気いいし、気持ちいいね、汗をかいて、あ、外に出てよかったなって思いますよ。今日も砂がね結構あります。この間と同じ道を西に向かって走ってます。どうもありがとうございます。おかげさまで走ることができます。感謝。寒い日は非常にお腹が空きますね。体温を維持するだけでも結構なカロリーを消費しています。エコなのかな、エコなのかな、そのために食べるのってね。でもね、食べることは非常に楽しいことです。今日走るモチベーションとしてはね、まあ今日もラーメン食べに行きます。でもね、家から行ったら2キロか3キロぐらいのところなんだけれども、まあただ行ってね、食べちゃっても全然面白くないので、できる限り遠回りしてからね行こうと思います。こういうご褒美があるから走れます。家を出た時は寒くて、いやー今日ちょっと薄着だな、やっちまったなって思ったんですけど、いざ走り出すと3分ぐらいでね、そんな心配もどっかに行ってしまいます。心配というよりもむしろ暑すぎて、またね例のごとく脱いでコンパクトになりました。これはここに入れる。今日はそんなに遠くまで行かないので、リュックは背負ってませんので、このウエストポーチスタイルですね。首のやつもちょっと暑いな、汗が冷えるのは非常に寒い。あらゆるところにトンボさんが置いてあって、みんなが自主的に砂の掃除をできるようになっている。なんかいいですね、それね。ここにもあった、すごい。後ろに見えるのは江ノ島です。江ノ島の灯台が日本最古の最初の灯台って確か書いてあったんだけど、本当かな、ちょっとそこの真偽のところがよくわからないですけれども、皆さん灯台元暮らしっていう単語わかりますか。灯台はすごいね、明るく周りを照らすんだけれども、その照らしている灯台の真下らへんは、まあ、あの明るくないですよねっていうようなところで、遠くばっかりをねこう求めていろんなところを探してるけど、実はお、四国にあったよみたいな、そんな感じね。モンゴル800の歌でもあったよね、ほーら、あなたにとって大事な人ほどってね。まあそんな感じだと思うんですね。で、美味しいラーメンをね、求めて、電車に乗ったり、電車に乗ったりしてね、遠くへ出かけて調べてね、行くのも大事なんだけれども、実はね、探し求めていた
究極のラーメンっていうのはね、近所にあるんじゃないかっていうことでね、そうちょっと知ってたんだけれども、ちゃんと調べたらありました。うちからなんとめちゃめちゃ近いところに、そうラーメン時っていうところね、難しい感じなんだけれども、そこはね、この間僕がお話しした通り、ラーメンはなんかちょっと一癖あるのが好きなんだよねって言ってたんだけれども、あえてラーメンデーには、いつも行かないようなところに行きたいって言ってたじゃない。それがまさにラーメン時で、醤油のあっさりな感じだった、写真は。だからいつもの僕だったらあまりチョイスしないような、そういうところに行けるっていうところで、なんかちょっと楽しみ。藤沢にはね、ラーメン二郎があったり、他にもねお気に入りのラーメン屋さんが結構あるんだけれども、あえてそこに行きたいんです。ご安心ください。今日はちゃんと定休日じゃないことと、営業時間もちゃんと調べてあるから、まあそれぐらい楽しみにしてるってことだね。うん。お、釣りしてる人がいる。ここでも釣れるんだな。3人ぐらいいるな。そんな感じで海沿いをとりあえずわーっと西に行って、ちょっとくるっと遠回りして行こうかなっていうところでございます。ラーメン1杯分のカロリーは消費したいところですね。あ、猫さんだ。おはようございます。こんにちは。あー、行っちゃった。怖くないよ。ここら辺からちょっと海とはバイバイして内陸に入ろうかな。気持ちいい。パッパパッパルベルベル、パッパパッパルベルベル、パッパパッパルベルベル、パッパパッパルベルベル。 When the snow falls outside, you can hold me tight. ただいま茅ヶ崎の線路沿いの道を走っております。今から藤沢に向かってますね。はい。なんだか結構カントリーロード、車では行けないようなところ、自転車は行けて、自転車に行けないようなところ走って行けるから楽しいですね。なんだろうこれ。うわー、もっとカントリーロードだ。え、楽しい。こっちは畑だね。ひひひ。線路沿いの道を大通りから外れてね、ショートカットしてたはずなんだけれども、結局大通りに戻された。急がば回れってやつですね。辻堂の駅前まで来ました。あと少しです。ちょっと寄り道します。僕はね、文房具が好きで、ここの近くに寄ると絶対立ち寄っちゃう。いいね、やっぱり文房具はテンション上がるね。測れていない区間があったけど、だいたい今で15キロ弱ぐらい、そしてあともうちょっとで到着するから、今日はだいたい15キロぐらいかな。そしてまあ帰りプラスアルファで20キロぐらい行けば上出来。じゃああと少し行っちゃいます。ラーメン時さんにて、だし醤油ラーメン煮卵入りいただきました。どうもごちそうさまでした。
いつもは変わり種のラーメンばっかり頼むんですけれども、念願の王道の醤油味のラーメン食べることができました。チャーシューがとっても美味しかったです。という感じで、ここまで15キロ帰ってちょうど20キロぐらいかな、ゆっくり帰りたいと思います。じゃあね、バイバイ。これ何だと思います？今日外寒かったから、薄手の手袋でもして出かけようかなと思って、ね、あのタンスからこれを取り出して外出て走り始めて、よし、はめようって思ってみたら、じゃん、靴下でした。手袋にはできませんね。まあったかかったからいいんだけど。バイバーイ。